仮面してて将来が心配すぎてしょうがないんですが、仮面どういうこと、あ、仮面浪人ってことなんですかね。心配すぎてしょうがないんですが、受験期のメンタルコントロールやメンタル強くなるか教えてください。仮面浪人をやめた方がいいと思いますね。仮面浪人はほとんどメリットがないので、どういう大学を受験するのかも分かんないんで、ちょっとそこは分かんないんですけども、今いる大学でも大抵のこと結果出したりするんですよ。将来とかそういう先のこと考えたら、もちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど、自分のスキルを上げる能力を上げるって意味では別にどの大学でもあんま実際変わんないんですよね。なのでそうじゃなくて、本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったら、もう今の大学に行く必要ないと、まず仮面は絶対にやめるべきです。受験期のメンタルコントロール、それはもう仮面をやめて、そうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですか。そっちに集中するだけで多分メンタルとかは今より余裕が出てくるので、あんまり心配する必要がなくなると思います。社会人になってから10年ほど経ちますが、気づけば学生時代の友達とほとんど縁が薄くなってしまいました。職場で周囲の人と話す程度の日々です。距離感の近い友達がいればいいなと思う時がありますが、どうしたらいいでしょうか。職場の人と距離を近づけるのがいいんじゃないですかね。会う機会が多い人と仲いい方が人生幸せなので、なかなか会えない人と仲いいっていうのはね、結局学生時代みたいに縁が薄くなっちゃうので、単純に友達を増やしたんだったら、会う機会が多い人と仲良くなってください。就活が嫌すぎます、どうしたらいいですか。そんなに働かなくてもいいと思いますけどね。働かないと、まあお金ないとみんなしんどいのかな。お金なくてもね、なんちゃなるとは思うんですけど、働きたいのかな。だとしたら、嫌な就活した後も嫌なね、働く人生が続くので、あんまりおすすめやっぱできないんですけど、就活頑張って、まあこれから社会人会社人を続けるとしたら、頑張っていい会社、いわゆるいい会社に入った方がその後の人生が楽なので、今嫌な思いしといた方がトータルで人生全体での嫌な思いってのは減ると思います。他人に興味が持てず、周囲の人が人好き嫌いなどの話で盛り上がっていても共感できずに内心冷めて見てしまいます。人に興味を持てないとこれからの人間関係で支障を来すものなのでしょうか。実際に今は恋人もいません。別にいいんじゃないかなと思います。人間関係に支障を来すのは、一個はコミュニケーション不足、もう一個は能力不足、どっちかが足りていればある程度カバーできると思います。報われない努力はないってよく言いますが、言いません？私は現在あることに十分努力したけど結果は出なかった状態です。これは努力が足りなかったということなんでしょうか。いやいや違います。そうですね、それとも上記の言葉に語弊があるということなんでしょうか。はい、報われない努力はないって言ってるやつは、まあ、めんどくさいやつなんで、そんなやつを付き合わない方がいいですよ。大抵報われないです。だ、努力したことに価値を置きたがる人はいるんですけど、努力は努力であって過程と結果は別に関係ないので、努力の代償は別に関係ないです。何も努力せずに成功する人もいるんですよ。努力したから結果が出るって教えは人をダメにするんで、やめた方がいいと思いますね。私は人に頼るのが苦手で、全部一人で抱え込み頑張る癖があります。人への甘え方を教えてください。周りの人甘えられたいと思ってるわけじゃなくて、一人で抱え込まないで全員で協力しちゃった方が効率いいんじゃないのって多分思ってると思います。はい、甘えじゃなくて分けた、分担した方が結果早くなるよっていう単純な計算をするようにしてください。私は人が困っているのを見るとすぐに手助けせず、助けてほしいと向こうから声をかけられるまで眺めてしまいます。もうこんな性格の人間はどう思いますか。いや、人との距離の取り方が上手だと思いますね。なんかこっちから助けると困ってないですって怒る人もいるのも事実ですし、でも絶対に助けないわけじゃないですもんね。もう必要とされれば絶対に協力するっていうのは上手な生き方をしていると思います。一人暮らしの祖母と近いところにいて、なるべく顔を見に行きたい。他にも個人の事情があり、地元で家から近いところを選び就職し、実家から通っています。いいじゃないですか。同世代の子は一人暮らしの子ばかりで、前にも一人暮らしの子から、なんで実家暮らしなの、ありえないわ的なことを言われました。それまで気にしてなかったんですが、それを言われて20代で実家暮らしはおかしいのかと気にするようになってしまいました。これっておかしいことですか。全然おかしくないと思います。実家から通えるんだから別にいいと思いますけどね。実家がどんな豪邸でも実家暮らしありえないってこの人言うのは、ただ単にマウント取りたいだけの人なんじゃないですか。その人が、人がどこに暮らしてるか文句言うやつなんか猿以下の人間だから気にしなくていいと思いますよ。こんにちは、春から社会人になります。遠距離中の彼は水木休み、私は
暦通りの休みで休日がありません。彼のことは好きなのですが、1年間でほとんど会えないかもとすごく不安になってしまいます。どのように気持ちの整理をつけますか。それを伝えて彼も不安に思ってるんだったら、不安と不安の状況っていうのは何も生み出さないので、お別れしてもいいんじゃないかなと思いますね。会えないことが不安に思うんだとしたら、多分その関係っていうのは会うことが前提の関係なので、多分破綻しちゃうと思います。本当に続く遠距離恋愛っていうのもたまに見かけるんですけど、そういう時ってこういう会える会えないっていうのはまず悩みに出てこなかったりする関係が多いので、リモートとかでこの不安を払拭できないんだったら、喧嘩になる前に解消するのも一個の手だと思います。内面が育たず年だけ重ねてしまいました。内面と実年齢がどんどん離れてずれていく感覚が辛いです。周囲の人はちゃんと大人になっていくのに、精神年齢を引き上げるにはどうすればいいでしょうか。ちなみに40歳ですが、内面は小学生の頃と変わりませんって書いてますね。多分もう手遅れなんで、そのまま生きた方が多分楽しいと思います。だって今小学生なんですもん、中身が40歳分、だからどんだけ高くても12歳なんですよ、精神年齢が。28年分頑張るのってしんどいので、そのまま過ごした方が多分いいと思います。28年間その今まで上げなかった部分を育てる、しかも育て方が分かんないじゃないですか、精神年齢って。それを引き上げる苦労は多分割に合わないので、今のまま生きた方がいいと思います。しんどいです、ここから大人になる。大人にならなくても生きていける才能が何ならあるようなので、そのまま生きた方がいいと思いますけどね。タイムスリップするとしたら、ちょい過去、大昔。ああ、なるほど。過去、大過去、未来、大未来みたいなことかな。環境が変わってんの怖いから、過去にしか行きづらいですよね。未来ちょっと怖いですよね。未来はまあ帰ってこれるかどうかですね、結局タイムスリップって。今がこんな楽しいのに、なんか知らない時期って リスクを負いたくないっていうのがありますよね。そういう意味じゃ、まあ過去はね、ある程度その今の知識を生かしやすいからいけるけど、未来、いや、そこは嫌ですよね。寝りゃいけるし、未来はあんま未来行く理由はないですね。いろいろな物事を気にしすぎてしまいます。どうしたら改善できるでしょうか。気にしなく、もうそんなに気にすることあります。今持ってる連絡先とか家にあるものとか半分ぐらい捨てるのがいいと思いますよ。何かをもう物理的に半分にすると気になること減るんで。7月より公務員として働いている19歳です。安定を求めて公務員になりました。しかし昔から憧れていた弁護士として仕事をしたいという夢をどこか諦めきれず、仕事をしながら勉強しようと考えています。実現までにかなり時間を要することを覚悟で挑戦したいと思うんですが、無謀な挑戦と思いますか。いや、別に思わないですね。そういう人はまあいるし、そんな無謀じゃないと思います。ただ時間はかかると思うんですけど、でも19歳だったらいいんじゃないですか。全然まだ取り返しつくと思うので、10年ぐらいは勉強してもいいんじゃないでしょうか。少なくとも弁護士になれなくても、その法律の知識はまあまあ役に立つでしょう。もうすぐ資格試験なのですが、大学受験に失敗したトラウマでどれだけ勉強したとしても本番で弱気になってしまいます。本番に強くなるにはどうしたらいいでしょうか。いや、本番に強くなる方法はないんですよ。強い弱いじゃなくて、できるできないの話なんで。特に勉強って別にその日のモチベーションとかで点数がそんなに大きく上下するわけじゃないんで、夜中寝る前にアナログ式の目覚まし時計用意して、いつも起きる時間よりちょっと前ぐらいにランダムでガッて目覚ましかけて、トリッキーな時間にジリリってなってパッて目覚めて、その瞬間模擬試験とか受けて、それでも合格点が取れるようにとか、圧倒的に不利な状況を何回か経験しておいた方がいいと思いますね。まあ、模擬試験とかはいっぱいあるわけじゃないですか。手元に多分そういう資料があると思うんですよ。それ経験しておくと、あ、それでもこんなやべえ状況でも合格点取れるんだから、可能性としては受かる確率の方が高いだろうって、なんか自分を納得させる材料が増えると思うんですよ。弱気とか強気とか、逆に強気になる理由を探すのは一番良くないことなんで、弱気でいた方がいいと思います。モチベーションだけでね、本番に強気になる方法を見つけるぐらいなら、その時間復習に当てた方がいいと思います。カズレーザーさん、こんにちは。カズレーザーさんのこの人いいなと思うポイントを教えていただきたいです。私は自分の趣味を生き生きと楽しんでいる方や、自分とは違った感性を持っている人にいいなと憧れます。僕はですね、口数が少なくてでも金払いのいい大人が好きです。自分の話をあんましないのに最後おごってくれる、そういう人が一番いいですね。自分が作った作品をより多くの人に見てもらう方法として何が一番効率的だと思いますか。作品というのはどういうものなんですかね。絵画とか彫刻とかなのか、それとも動画コンテンツだったりするのか、 NFT アートなのか、ちょっと分かんないんで、これっていうのはないな。でも
シンプル知名度上げるのは楽だとは思うんですよ。知名度ってどんな形でもいいから、それが悪どい方法だったり炎上商法であったりしても人の目に触れる機会が増えると思います。多くの人に見てもらって評価してもらうってなると、別に知名度上げても評価ってそんな変わらなかったりするので、もちろんね、裾野が広がれば高評価してくれる人の人数は増えるんですけど、本質的なものの作品の価値ってのは変わんないんじゃないかな。どういうことなんだろう、目的が分かんないな。ちょっとこれだけだと何とも言えないですね。すみません。有名企業に入れば稼げますか？世界中の人が共通的に思う有名企業に入れば稼げると思います。 GAFA であったり、なんだ、中国の方のありますよね、4つ、テンセントとか、そういうところに入れれば稼げるって言えると思います。ただそういうところの人は意外と稼げるっていう感覚なくて、すぐに転職しちゃったりキャリアアップを目指してるので、あんま稼げるかどうかっていうのは気にしないと思いますね。ただ就職ランキングとかで人気の有名企業っていうジャンルではあんまり稼ぐのは難しいと思います。日本って所得税高いのですか？確定申告するために悩みます。まあ高いですよね、そら。いや、4割以上持ってかれるわけで。でもその高く感じるぐらい所得があるんだったら、それはもう海外移住考えた方がトータルで得だと思いますよ。ポルトガル語を勉強中です。新しい言語を習得するいい方法があれば教えてください。こっちが知りてえわ。すごいな、ポルトガル語を喋れんの、かっこいい。きっかけ気になりますね。すごいな、ポルトガル語気になるな。どういう言葉があるんだろう。コロナ禍で人に会うことが少なくなって気づいたのですが、人に会わなくても全然寂しくないということに、これってどう思いますか？人に会わなくても寂しくない人間だっていうことが知れたんじゃないでしょうか。それだけだと思います。でそんな人もいっぱいいるので、寝たいのに眠れない時はどうすればいいと思いますか？目つぶって横になる以外の方法あんのかな。あのね一個おすすめなのありますね。ピストルスクワットって動画で検索してみてください。片足でやる、足、片方の足を前に出して片足でやるスクワットなんですよ。むちゃくちゃ辛いんですよ。多分一回もできないと思います。それやってみたらマジでヘトヘトになるんで、一発で寝れると思います。本当おすすめです。何も物いらない、一発で体ヘトヘトにさせる技なんで、ちょっとやってみてください。膝ぶっ壊れがちなんでちょっと無理はしないでほしいですけど、ちょっとでもおすすめですね。同年代の同性の仕事での活躍を見聞きすると、自分は到底かなわないと劣等感で苦しくなります。すごいな、私は同じことはできないけど自分にできることを頑張ろうと意識的に思って自分を奮い立たせています。どんな人や状況に劣等感を感じますか？どう対処していますか？教えていただけたら嬉しいです。あんま感じなくなりましたね、劣等感。子供の頃に伝記とか読むじゃないですか、偉人の。あれってすごい人がいるんだなとかじゃなくて、本当はうわー、この人こんな若い時にもうこんな業績残してるんだみたいな劣等感の体制を高めるために本当は読んだ方がいいかもしれないですね。なんだろうね、同年代の人がやってるから自分もできるっていう前提があるということなんですかね。多分同年代の人がやってることの大半は自分はできないんですよね。もしかしたらできる能力とは素養はあったりするんですけど、素養だけではどうにもならないっていうのもあるので、人は人、自分は自分、その人にはなれないって思うのがいいと思います。それを認めないとずっと劣等感抱えたまま生きると思うんですが、しんどいと思います。でも意識的に奮い立たせてるんだったら、その劣等感プラスになってるのかな。結局今すんごくしんどくないんだったら、その生活の仕方がいいと思いますけどね。恋愛関係で満たされたことがなく、とにかく満たされたい一心で恋愛ファーストの生き方になってしまい、そんな自分が好きになれません。どうしたらいいですか？恋愛だけで人間は満たされないので、恋愛ファーストってそんな生き方だと思います。他にも人生ってものを埋めるものはいっぱいあります。そうですね、恋愛ドラマとか恋愛漫画、恋愛映画、恋愛作品ってのは世の中にいっぱいあるんですけど、人間はそんな恋愛だけに夢中になるほど暇じゃないです。他に満たすものいっぱいあるので、恋愛はもう20番手ぐらいに置いてもいいと思いますよ。仕事が暇で異業種や同業他社にヘルプで行くことがあるんですが、見たことあるのにできないことや、バカでもできると思ってたことにもちゃんと技術があって恥をかくことが多いです。最近恥かいてますか？すごい、すっげえ急カーブで。
書いてるんだと思います。人のこういう質問に答えるって結構恥ずかしいので、まあ、ずっとこれは恥かいてますね。隣にはちょっとおかしな家族が住んでいます。持ち家なので引っ越しが難しいのですが、関わらずに生きていきたいと思ってます。うわ、隣の家に変な人がいたらやっぱり持ち家でも引っ越しますか？僕は引っ越しますね。いやー、こればっかりはね、隣人がイカれてるって本当に辛いと思いますね。いや、大変だとは思うんですけどね。うわー、だって危害加えてくる可能性はありますもんね、イカれた人っているから。もちろんね、ローンとかあるからね、引っ越せないとは思うんですけど、で売れないだろうし。でも将来引っ越すために頑張ってほしいですね。隣の人がね、改善するってことはないと思うので。母親の言動に嫌悪感しかなく一緒にいて不快です。感情的で物事を自分の尺度でしか見れず、偏見に満ちている意見を押し付けてきます。母親だから育ててくれたことや経済的に面倒を見てくれたことに対して感謝の気持ちはありますが、人として関わりたくありません。親に対してこの感情をどうすればいいですか？お母さんに対して育ててくれてありがとう、経済的に、面倒を見てくれてありがとうって伝えて、でも耐えられないので家を出ますって、家を出てください。血がつながってるからといって、まあ日本の法律はね、親子の縁は切れないんですけど、でも形上距離を取るってことは結構いいと思います。怒らない秘訣を教えてください。怒らないことですね。それ以外にはないですよね。これっていや本当になんかどうすればどうなるみたいな、多分まあ怒らないってスイッチを入れる方法を身につけた方がいいと思うんですよ。もうひたすら怒らないを1週間続けたら怒らなくなります、ね、このジャンルには怒らないっていうのを決めたら多分怒らなくはなるんですよ。俺はそうしてますね。ただ子育てしていてイライラしてしまうというか、やっぱこれまた別の問題なんでね、イライラをやっぱ解消してくれる信頼できる人を見つけるしかないですよね。早起きのコツ、早寝ですね。一人で過ごすのは好きですが、たまに孤独を感じることがあります。どうすれば一人でも楽しく過ごせますか？いや、一人で過ごすのは好きってことは一人じゃない時間もあるんですよね。これどういうことなんだろう。一人で過ごすのは好きなのに孤独を感じる。一人で過ごすのは好きなんですよね。で、質問はどうすれば一人でも楽しく過ごせますか。いや、好きなことしてるんだったら楽しいんじゃないの。孤独感じたら誰かのところに行きな、孤独を感じるまでがその一人が楽しい時間なんだから。でその孤独を感じる時間が多くなってきたら多分一人が好きじゃないのよ本当は。みんなと馴れ合いをする楽しみを見つけてください。学校で長崎に研修に行くので、後日レポート作りパワーポイントでみんなの前で発表するのですが、面白いテーマとかありますか？長崎に少しでも関係してれば何でも良いのですが、長崎といえばやはりさだまさしさんです。さだまさしさんの名曲についてパワーポイントで発表してみてください。あとは長崎の離島五島列島とかね、ああいうところの文化とかすごく面白そうですけど、でも研修に行く場所は決まってるんだから、もうその場所のテーマで発表するしかないんじゃないですかね。本当に何でもいいだったらやっぱりさだまさしさん、福山雅治さん、ジャパネットなど長崎のことについて発表したらいかがでしょうか。最近仕事に対するモチベーションが下がり続けてます。前まで楽しいと思ってたことが今では苦痛です。モチベーションを上げてやる気が出る方法または考え方ありますか？それは続けなきゃいけないの？モチベーション下がってるのに別の仕事は選べないのかな。人間ってその成長するしないに関わらず変化はするので、昨日楽しかったことが今日つまんなくなるので当たり前にあると思うんですよ。苦痛なら仕事を辞めたらいいんじゃないのって思いますね。仕事辞めたら収入がなくなるっていう不安が大きいと思うんですけど、それと今の苦痛をやっぱ普通にシンプルに天秤にかけて、苦痛が大きくなったら仕事辞めた方がいいと思いますね。で多分苦痛って今のところ解決策が俺の今のところ3日ってなさそうなんで、どんどん大きくなる可能性が高いと思うんで、どうせ仕事辞めたくなると思うんで早めに転職した方がいいんじゃないかなと思います。はい、一言なのでこんなこと言っちゃいますね。3歳上の兄が働かなくてどこに行っているのか、1ヶ月に1回くらい帰ってきてまた出て行って困ります。トラさんじゃんもう。どういうこと？すっげえ気になるな。気になりますねこの人。こっそりつけてってみたらどうですかね。探偵雇うなり、まあ、探偵は かんでね、暇そうな同じぐらい暇そうなやつを見つけて、ちょっと兄のことをつけてくれって頼んで、ちょっと気になりますねこれ。
いや普通に何らかのストーリーが生まれそうなんで、そのお兄さんのことつけてって、まあ、名前とか伏せてどっかで発表したら、ちょっと僕は読みたいなと思いますね。高圧的な人、明らかに理不尽な発言などをされた時に引いてしまい何も言えないことが多々あります。特に職場ではそう言われると困ります、何々だから何々だと思いますがなどと言えるようになりたいです。なぜかはわからないのですが稀に言える時もあります。言えないままでいると相手が調子に乗るのが多いので言えるようにしたいです。高圧的な人、明らかに理不尽な発言などをする人っていうのは話が通じない人なんで、そういう人にこういう口答えはしない方がいいと思います。どうにもならない人はいますからね。言えないままで調子に乗るのが多いので言えるようになりたい。いやもう高圧的な人ってのはもう調子に乗りたい人なんで、正論で注意しても多分聞かないんですよ。でそういう人が排除されない会社の構造になってるんでしょうから、いや口答えしない方がいいと思いますね。今現在不登校で通信制高校に通う準備を進めていますが、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態で、この先の生活がとても不安です。夢ってどうすれば見つかるものですか？夢を見つかるってのはちょっと僕も見つけてないんで分かんないですけど、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態なのに通信制高校に通う準備してるっていうのはすげえいいと思います。みんな大抵高校進学するときって漠然とした、例えばねこの部活がしたいとか、なんかこの制服が可愛いとか、偏差値が高いとか、それも漠然とした状態なので、言葉にすればするほど別に大した理由でもないじゃないですか、そんなものって。でもみんな進むんですよ。で自分でなんとなく漠然とした状態だって分かってるのにちゃんとなんか進学しようという意思があるのがいいんじゃないですかね。あ、自分は漠然としてるんだっていうのはなんとなく分かってるだけで他の人よりリードできることもあると思います。大学1年生です。春から大学が始まり、それに伴い一人暮らしを始めました。大学では課題、家では家事に毎日追われてしんどいです。ストレス解消などの良い解決策はありますか？課題解いてんのストレスか、楽しそうだけどな。いやまあそれはね人それぞれなんで、がむしゃらに運動するとかもまあまあ分かりやすい、ストレス解消にはなりますけど、筋トレとかはねやっぱお金もかかんないし、本格的に器具を揃えない限りは部屋でやる分には全然お金かかんないでおすすめですけどね。地元で知名度の高い企業に正社員で就職して働いています。福利厚生はしっかりしていると思いますが、ステータスだけで入ってしまい毎日が苦痛で逃げ出したくなる日々です。私は正社員にこだわらず動画編集やフリーライターとして活躍できるような人になりたいです。ですが親や家族は反対します。家族は大切なのですが、私は自分の人生このまま後悔したくないです。厳しい親ではありますが好きなので、ついつい家族の希望と自分の希望どちらを取るか、まあ、悩んでしまいます。どうすればいいでしょうか？で正社員やりながら動画編集やフリーライターとして活躍している人はいっぱいいます。すぐに始めたらいいと思います。めちゃくちゃ忙しくて時間がないっていう人もいるんですけど、めちゃくちゃ忙しい正社員なのに動画編集やフリーライターしている人いっぱいいます。本当に後悔したくないんだったら両方やって軌道に乗るまでやったらいいんじゃないでしょうか。ただどっちも続けるのがしんどいってなったら、その時もう一回選べばいいと思います。11月に留学の選抜試験で、あ、トフがある、あ、大学であるんだ。今勉強していますが、このままの勉強法でいいのかと毎日不安ながら勉強しています。何かアドバイスください。いや俺受けてないんだよな、ちょっと分かんないんですけど、でもこのままの勉強法でいいのかっていうのは模擬試験とか対策で結果出てんじゃないのかな。結果出てないんだったら多分もうこの勉強じゃいいとは思わないと思うんで、ある程度結果出てるけどちょっと不安なんじゃないですかね。とりあえずそれで続けてみたらどうですか。不安かもしれないけど勉強続けてくださいっていうアドバイスしかないですね。得意なことが何もない自分がずっと嫌いだったのですが、最近はダメな自分を受け入れて生きていくしかないと考えるようになりました。この考えにシフトしてから生きるのが少し楽になってきたのですが、甘えだと思いますか？甘えだと思います。でも甘えた方が楽なこともあるからいいんじゃないですかね。ダメな自分を受け入れて生きていくっていうのは基本的にまあなんだろう、仏教的な考えなんですけど、あるがままみたいな考えなんですけど、それで成長をサボるっていうのはまた違うので、成長しづらい自分を受け入れるのが一番いいと思います。国語の勉強の仕方、答文現代文、語彙の増やし方、集中力のつけ方、記憶力を高める方法を教えてください。わあ、俺も記憶力高めたいですね。国語の勉強、原文に関してはちょっと勉強法ってのはほぼないんで、問題を解きまくって方向性とか問題の意図をつかみまくるしかないと思うんですけど、古文ってのは古文をたくさん読むしかないです、ね、そうすると当時の流行りとか物語の方向性とか、
変な話癖みたいなのが分かってくるので、あ、この時代の平安時代の文章ってこういう風に進みがちだよねとか分かってくると簡単に答えられますね。平安時代の人が普通に読めた文章なので読めりゃ答えられるわけなんで、読めるかどうかだけです。たくさん読むしかないですね。あ、じゃあツイッターの方にも。中3受験生です。面白歴史暗記法みたいのがあったらお願いします。わあすごいね。今もたまに動画を上げてる、昔学校へ行こうとかに出てた高慶応さんっていう、ラップとは名ばかりのなんかダラダラと歴史用語をつらつらと言う人がいるんですけど、下手だなと思いながら聞いてるとすっげえ面白いんで、そういう動画がいいと思います。あんまりクオリティが高すぎるとダメなんですよ、うん、変な人だなって思えるやつがめちゃめちゃいいです。そういう方が記憶に残るので、そういう人探してください。だから歴史さんみたいにすごすぎると入ってこないんですよ。技巧の方に目がいっちゃうんで、下手くそないやつを探すのがいいと思います。まあ、高慶応さん最近すげえうまいんでちょっとなんとも言えないですけど、下手な頃の方がやっぱり、ね、面白かったですね。数年後にアラフィフになるというタイミングで去年から通信制の大学生になりました。へ、今までで勉強会に逃れようと背を向けてきた自分だったので勉強のやり方がいまいち分かってません。テキストを読んで過去問をやる、これでいいのでしょうか。テキストを読んで過去問をやる、いいと思います。授業はあるわけですね、通信制の大学とはいえ。本、映画、音楽などにおいて気に入った作品ばかりを長期間繰り返し見てしまいます。もっとさまざまなジャンルを幅広く知りたいと思うのですが、なかなか手が出ません。何か良い方法ありますでしょうか。いや、好きなの見たらいいんじゃないでしょうか。偏っちゃダメなのかな。本、映画、音楽から得られるものってのは基本的に娯楽なので、それだけで何か変わるもんでもないので、好きなのを見続けるのがいいと思います。さまざまなジャンルを見て幅広く知りたい。本、映画、音楽で、まあ入り口になるから、まあ幅広く見た方がいいし、流行りものを見といて損はないと思いますけど、好きなものがあるなら別にいいんじゃないでしょうか。姉が金を返してくれません。服を買ったりしてるなら先に返済してほしいです。おっしゃる通りですね。本当もうその通りですね。自発的にアクションを起こしてほしいのですが、毎回我慢切れでこちらが催促しています。いい方法はありますか。民事裁判ですね。身内だとしてもやっぱり法に照らし合わせるのが一番大事です。お金はかかっちゃうんですけどね、その分。それ自体裁判するっていうのはむちゃくちゃ労力かかるんですけど、なかなかできることじゃないので、相当夢中になれると思うので、服買うぐらいなら金返せっつって、その朝廷申し入れるっていうのはすごい、俺はなかなかないエピソードだと思うんですよ。すごく魅力的だと思います。俺だったらそれやってみたいですね。めちゃくちゃいいな、面白そう。裁判にはなりようがないですけどね、いくら貸したか分からないですけど、貸した金以上に費用はかかるんですけど、それ以上に楽しい経験はできると思いますね。自己肯定感が低く、彼氏に好きと言われたり、友達に可愛いなどと言われてもどこか疑って信じきれません。自己肯定感が高ければ生きやすくなるだろうと思い、いろいろ試してますが、どうにも自分に自信がつきません。カズレーザーさんなりの自分の自信のつけ方、教えていただければ嬉しいです。僕も自己肯定感はむちゃくちゃ低い方だと思います。人の言うこと基本的に信用できないです。でも他の信用できるものがあればいいんじゃないですかね。それがまあお金であったりとか、まあ、彼氏がいるってなったら彼氏をめちゃくちゃ信じる、まあ、依存になっちゃうんですけど、それでもいいと思います。あ、自己肯定感かなくても僕はいいと思いますけどね。別の方法で生きやすい方法を見つけた方がいいんじゃないのかなと思います。幸せじゃないかどうかを自己肯定感って言葉でみんな勝手にくくりすぎだと思いますね。自己肯定感が高くて幸せって言ってる人は往々にして収入も高いので、そっちの方が重要だと思います。短時間の睡眠で睡眠の質を上げる方法を教えてください。長い時間寝ていても夜中に起きてしまう時があります。いや俺もうこれ俺が知りたいぐらいです。俺もう本当10時間ぐらい寝ないとダメなんで、だから長く寝るもんだと思って生きてますね。で、長く寝てもいいような生活ができるように目標に生きてます。その方がなんか余計なこと考えるより楽なので。現在中3です。今通っている中学校や先生方が大好きすぎて卒業するなんて考えられません。今でも卒業するって考えたら泣きそうになります。どうすれば気持ちを割り切ることができるでしょうか。今中学3年生ってことで、人生で今までどれだけの人と接してきたかちょっと分かんないんですけど、今後同じペースで生きていったら、中学3年生だから15歳、15年間よりもはるかに多くの人と接することができます。その人たちを同じぐらい好きになる可能性もいっぱいあるので、新しく
ね、好きになったり仲良くなる人がいるかもしれないってことにもっとワクワクしてください。でなんか本当にその人たちが好きなんだったら、学校の中にいるから好きってわけじゃないでしょう。その人たちの人間性とか人間が好きなんだから別にどこで会おうが生き楽しくできるはずなので、卒業してから会えばいいと思います。何をするにしてもまず失敗することを予想してしまって実行できません。起こるわけないと思ってもやっぱり怖くて一歩踏み出せません。完璧思考をやめてトライアンドエラーできるようにすればどうすればいいんですか。トライアンドエラーができる人も失敗することはもちろん想定してます。だからトライアンドエラーっていうのができるんですね。完璧思考っていうのはつまりトライアンド成功、挑戦したら成功みたいなことを想像してるんかもしれないですね。そんな人はいないです。失敗しても平気な状況をまず作るべきですね。そしたら、はい、怖さとかじゃないんで。高校2年生の息子は英語で英語科学年最下位です。我が家は仕事の関係で日常的にアメリカ人と過ごしているんですが、なぜか外国の文化に対して向上心がないのかさっぱり分かりません。ちなみに古典も激しく赤点です。何か良いアドバイスをいただけないでしょうか。これはどういうことなんですかね。英語は学年最下位で古典も赤点ってことは他の点数もそれ相応に低いのか、それとも他のはめちゃめちゃ高いのか。ただ他の例えば数学がめちゃめちゃ得意とかだったら先に、まあ、どっかでそのことは触れてくれると思うんで全体的に低いんじゃねえかなと思います。日常的にアメリカ人と過ごしているからつって別に外国の文化に向上心興味向かないのは自然じゃないかな。そのアメリカ人がなんならこの息子さんにとって腹立つやつが多いんじゃないですか。アメリカ人って鼻につくなって思ってたら英語なんか絶対勉強したくなくなると思うんで悪いイメージ持っちゃってるんじゃないかなと思います。英語を習得できれば人生の幅が広がるだろうなと思い勉強を始めたことがあるんですが、今まで2回挫折しています。学生時代から苦手意識があるのと英語自体がいまいち好きだと思いません。洋画や洋楽もなんとなく苦手です。ちなみに学生時代から数学も嫌いで最低限しかこなしませんでした。反対に国語や哲学などは好きで勉強することもありくではありません。やはり好きな学問じゃないと勉強は続かないでしょうか。苦手な英語を学習するよりも好きな分野を追求してそっちで成果を出した方がいいでしょうか。社会人になってから学ぶ英語ってもう学問じゃなくてそのツールとしての英語でしょ。だからそれが今のところ使う必要がないんだったら別に学ばなくてもいいんじゃないかなと思います。ポケトークとかでも全然なんとかなんで、学術的な話は無理ですけど普通に旅行分野だったら全然平気なので。まあでも大人になってから学ぶものってそういう語教科みたいな分類じゃなかったりしますよね。もっとなんか現実的なものだったりしません。プログラムとかそういう方だと思うんでこういう感じの勉強はしなくていいんじゃないかなと思います。21歳です。私は人前で喋るとなると緊張しすぎてうまく喋れないんですが、人前でも緊張せずに話せる方法ってありますか。みんなに見られてると思うと余計緊張します。学生の時から苦手で発表する授業とかは嫌いでした。今は社会人です。あーなるほど。発表する前にどれぐらい練習してますかね。人前で喋るの得意不得意って本当に練習量で何とでもなるもんなんですよ。心を打つプレゼンなんてする必要なくて、持ってきた情報をちゃんと伝えればいいんですよ。発表なんてもんはテッドやるわけじゃないですもんね。人に見られてもね、まあ多分自転車乗れるじゃないですか。でも一輪車ってこける可能性あるじゃないですか。乗り慣れてないからの違いであって、プレゼン内容を本当に1000回ぐらい練習すれば誰でもそれっぽいプレゼンできるようになります。自分の能力が緊張によって1割しか発揮できなかったとしても1割でちゃんと伝えることができればいいだけなんで、はい、そもそも練習量が足りてない人が多いです。高校生の息子が VTuber の技術が学べる専門学校への進学を考えています。いいっすね。VTuber の将来をどう考えでしょうか。技術は将来あると思います。先は明るいと思います。ただどのレベルの技術なのかよります。専門性の高い技術なのか、ただ VTuber 事務所で働くための技術なのかによって違うと思います。もっと高度な技術を勉強するんだったらめちゃめちゃ将来性はあると思います。そうじゃないとしたら普通の仕事だと思います。現在高3です。一旦受験落ち着きました。状況によって変わると思うのですが、勝って得るものと負けて得るもの、総合的にどちらが大きいと思いますか。勝って得たものっていうのは実際の利益、実利で、負けて得たものっていうのは慰めの言葉とか、言い訳とか負け惜しみだと思います。負けて得ているものはないです。基本的には勝つために人間は目標を持って生きてます。負けた時に何か得たなっていうのは場合によっては何言ってんだこいつって思われますけど、勝って得たものっていうのは大概の場合なるほどってみんな納得してくれるので、勝った方が、勝たないと何も得られません。
分からないことを調べるとはどういうことですか。携帯やパソコンでも調べたことになるけど間違った情報多いですし、出所が分からないこともあるので、ちゃんとした情報を得るなら本や新聞などの方がいいですか。本や新聞も間違った情報はめちゃめちゃあるんですけど、携帯やパソコンで調べるやつは本や新聞の天才が多いので、どっちかっていうと本や情報の方がいいと思います。ただすぐに気になったことをすぐに調べる方が重要なので、それは携帯やパソコンの方が楽なんじゃないかなと思います。ただ間違った情報は多いけど、ただググって出てきたことを鵜呑みするのは調べるじゃないと思うので、少なくとも1個の意見に対して真逆の意見ぐらい見つけないと、自分の中で対策ないと調べたことにはならないんじゃないかなと思います。仕事で周りの方に地頭もいいしよくやってくれると褒めていただけますが、自分では本当にそう思ってないし気持ちよく受け止めることができません。自己肯定感が低いのが悩みです。どうしたら自分に肯定的になるでしょうか。地頭がいいって言われてるってことは多分それはもう何でもない言葉なので、今日いい天気ですねぐらいの言葉なので、そんなに褒められてないと思います。そんなに肯定感を高める必要もないんじゃないでしょうか。恋人が異性と話をしたり仲良さそうにしていると嫉妬のようなモヤモヤした気持ちになってしまいます。どうしたらこんな余計なことを考えなくて済むでしょうか。はあ、どうなんですかね。でもこの方は感覚的に恋人から愛されてるなっていうのは感じるんでしょうか。感じるんだったらまあ、ね、いや気持ち焼くのはしょうがないんじゃないですかね。それだけ自分の恋人だからね、やっぱすごい素敵なわけでしょ。もしかしたら他の人が狙ってるんだって不安になるぐらい素敵なんだったら、やっぱそれはやきもち焼かざるを得ないんじゃないですかね。余計なことを考えてるわけじゃないと思いますけどね。すごく素敵なパートナー見つけたんだから、そのパートナー逃がしたくないっていうのは普通の考えだと思いますね。でもどうだろう、例えばその人が過去に浮気とかしてたっていう経験があってだとしたら、それはまた違う話になってくるんでね。余計なこととかじゃなくて、それはもう防御本能として感じてることだと思うので。ただやっぱ恋人側としては、その恋人側としてはちょっとしたことでやきもち焼かれるってすごくしんどかったりするので、あまりやきもち焼いてるってことは、まあ1回2回伝えた方がいいと思いますけど、やめてとかはそういうことしないでとか言わない方がいいんじゃないですか、ね、やらざるを得ないことってあるんですよ。他者と会話ってしなきゃいけないの で他者と仲良くした方がメリットが多いので、社会っていうのは感情とか恋愛とか性欲愛欲とか関係なく人とは仲良くした方がメリットが多いって感じてるから、恋人もいろんな人と仲良くしてるんですよ。なんでそこは割り切った方が、割り切る術を身につけた方がいいと思います。夢ってどうやって作ればいいんですか。夢は別になくてもいいんじゃないかな。今どうですか、楽しくないですか。楽しいなら夢っていらないと思います。楽しくないなら夢を見た方がいいと思いますね。自分が ADHD と分かり毎日とても生きづらいです。どうしたら生きやすくなると思いますか。ADHD だと分かったことは、お医者様の診断を受けたっていうことなんですかね。それとも自己診断なのか。もちろんお医者様の診断を受けたっていう前提で話すんですけど、そしたらこういうところで質問はしない方がいいと思いますね。僕の不用意な言葉とかこういうところに流れている不用意な文章っていうのは結構自分のハートを痛めつける言葉が多いと思うので、なんか悩みがあったり心が疲れてらっしゃる方は自分に聞きなじみのいい言葉だけで身の回りを埋めるのがいいと思います。今は批判とかアドバイスを求めない方がいいと思いますね。安藤夏さんを相方に選んだ理由が知りたいです。ほう、事務所でもう勧められたんで、あと事務所クビになりたくないっていうのもあって、あとまあこれなんか形が見えたんでっていうのが大きな理由ですかね。あったらいいな、作るとしたらと思うテレビ番組は、芸人仲間同期ぐらいの仲いい芸人さんたちとクイズ番組をやりたいですね。やっぱクイズ番組は単純に得意だし好きなので、自分で作った何の意味もないクイズいっぱい出したいですね。最近作ったクイズで、あの屋根の部分の切り抜いた写真だけ見せて、この屋根は世界遺産のお城かラブホテルかって当てるクイズがあるんですけど、これ結構面白いんですよね。マジでむずいんですけど、あんま出す機会がないんでね。これそういうクイズ番組はやりたいですね。全然そんな話なんか来ないですけど、やれたらいいですね。他人と関わるのが億劫です。家族以外の人との時間を仕事が休みの日にわざわざ作るのが本当に憂鬱で、その結果今でも会う友人は一人だけ、私って寂しい人間かなと思うことがありますが、たくさん人と交流した方がより良い人生になると思いますか。僕も友達は全然いないので分かりませんけど、他人と関わるのは億劫ですって言ってるのにこういう文章は投げかけてくるっていうのが、情報が一方的に得られれば楽なんだろうなっていう生き方をしてるんじゃないかなと思います。
そういうのってあんまないので、自分からある程度労力払わないといい情報って手に入らないので、もうちょい労力払ってもいいんじゃないでしょうか。子育てするならこれだけは子供に伝えておきたいことって何かありますか。ちゃんとおしゃれを磨いた方がいいって教えますね。これ何も知らないままここまで来ちゃったんで、なんかおしゃれ分かってると多分相当人生楽しいっぽいんですよね。それを早めにやっぱ磨いておいた方がいいんでしょうね。新しく働き始めたところで資格持ちだからという期待が大きすぎて重いです。うまく聞き流すコツを教えてください。資格に即した仕事をしてそれに見合った給料がもらえるんだったらいいんじゃないですかね。しばらくすれば周りも、あ、この資格って別に思ったほどでもなかったんだぐらいに気づいてくれると思います。はい、時間の問題です。大丈夫です。クイズ番組でご活躍されておりますが、カズレーザーさんから見て、いや本当この人には負けると思う知識豊富な方はいらっしゃいますか。いるとすれば誰ですか。いや、いますけど、本当に知識豊富な人ってクイズ番組なんかには出ないので、あんま負けることないですね。本当に頭いい人はクイズやんないです。マインドフルネスとか流行っていますが、それ以外にメンタルを安定させるのはどうしたらいいと思いますか。あー、マインドフルネスが流行ってるならそれでいいんじゃないですかね。精神を安定させたいってことなんですかね、こういう質問が来るってことは。その本を別に理解しなくても、マインドフルネス、まあ、僕もざっとしか読んでないんですけど、別に理解しなくてもいいと思うんですよ。読んだことによって安定が得られると思うので、流し読みするのがすごいと思いますよ。なんか自分に有用そうな本ってやっぱ身につかなくてもいいから、ざっと読むのってすごいプラスになると思いますね。カズレーザーさんは浮気についてどう思いますか。なぜ浮気はされた方が辛いのでしょうか。浮気されてるからじゃないですか。いや、浮気は嫌なもんなんですね、多分この人にとって。だからされて辛いんじゃないですか。浮気した方が辛いことはないでしょう。浮気する相手は浮気することでメリットがあるからするわけだから。何を聞かれてるかちょっと分かんねえな。私は高卒で働いてるのですが、カズさんが思う大学卒業して良かった点は何がありますか。またもう一度行くならどの大学に行きたいですか。大学卒業して良かった点か、特にないですね。でもう一度行くなら、いや、もうでももう一度行ってみたい大学はもう無限にありますね。なんとなくで行っちゃったんで。でもなんとなくで行った結果、どうやらメリットがあるみたいなんで、高卒の人に相談されるんですよ。大卒良かったことありますかってことは、多分高卒の人は大卒だとここがいいっていうのを身に染みて分かってるんじゃないですかね。多分もうこの質問した時点で多分こんな答えが返ってくるだろうってこの方は思ったと思うんで、それが大卒の良かった点だと思います。自由な時間が比較的多い大学時代にして良かったこと、今大学生に戻れるならやりたいことがあれば教えてください。しておいて良かったことは夜更かしですね。やっぱ本当にパリピとか陽キャみたいなことってのはしといた方がいいと思います。年齢とともに本当にシンプルにできなくなるので、大学生に戻るならやりたいことがあれば教えてください。やっぱもっとちゃんとテニスサークルみたいな生産性のない騒ぐための活動をしとくべきだったなと思いますね。その場限りの友達しかできません。学校では一緒にいるけど休みの日に会ったりはしない。どうしたらもっと深い関係になれますか。友達ってそういうもんなんじゃない。休みの日には休みの日でみんなやりたいことあるでしょ。友達以外とも過ごす時間はあるので、いや深い関係にならなくていいと思いますけど。てか学校でも接してるなら十分深い関係な気もしますけど、どうなんだろう。どうしたらもっと深い関係になりますか。今深い関係になる必要がない人と無理やり深い関係になろうとしても、ね、相手も迷惑なんで、今少なくとも周りにいる人とは深い関係になれないんだと思います。もしかしたらいつかそういう人ができるかもしれないですけど、できないかもしれない。今までできないなら多分今後も深い関係になる人はできないかもしれません。相手も深い関係になりたいと思わない限り深い関係にならないですもんね。でもそれでいいんじゃない。どうしても必要かな。受験生の時何時間ぐらい勉強してましたか。本当に恥ずかしいぐらい少ない時間しかしてなかったですね。高校3年の夏ぐらいまではほとんどやっぱ教科書も買ってなかったんで、全然勉強してなかったんで、あんまりそのこういう質問に答えられないんですけど、今もし受験生、高校1年生に入り直すとしたら毎日めっちゃ勉強すると思いますね。今36になって勉強が本当に楽しくなったんで、今はしなきゃいけないっていうのがあるんでね、しんどいと思うんですけど、頑張って体力の続く限り勉強してください。大学時代にこれやっとけばよかった、これやっといてよかったと思うことはありますか。やっといてよかったって思うことは今はあんまないかな。でも、そうですね、汚い部屋で暮らすっていうのは自分の経済的な
生活環境を、ね、上昇させたいっていう気持ちを削ぐっていう意味では、まあ、やっといてよかったかもしれないですね。やっとけばよかったは、別の大学に入ればよかったと思いますね。漫画を読んでいるというと本を読んでいることにならないと言われるのはどう思いますか。いや、なんで漫画は書籍じゃないですか。どういうことだろう。ってことは図鑑とか画集とかも本を読んでることにならないのかな。なんだろう、活字っていうことなんですかね。でも漫画も活字だしな。誰がこうおっしゃるのか分かんないですけど、そういう人と距離を置いた方がいいと思いますよ。一個のテーマである程度の分量、情報量があるものを読むっていう意味では漫画よりも確かに書籍とかの方が情報量は多いかもしれないし、密度も濃いのかもしれないんですけど、その分漫画早く読めるんでね。同じテーマで書いてあって、新刊一冊読むのと同じテーマで書いてある漫画コミックス10巻セットだとしたら、コミックス10巻セットが手軽に読めるしね。そういう意味ではいいと思いますけども、娯楽要素の強いコミックスと学術要素の強い書籍だとしたら、それはまあ学術要素の強いものを読んで勉強しろっていう意見なんじゃないかなと思いますね。でもそんなことをやつは無視していいと思います。クイズと受験勉強の両立の仕方を教えてください。何のために両立なの。趣味ってこと。趣味だとしたら別に両立できるんじゃないかな。受験勉強の合間でやればいいと思います。両立っていうか受験勉強も大概クイズに役立ちそうですけど、どんな勉強知識であってもクイズってのはつながるものなので、何やっててもクイズの勉強になります。技術的なね、押すタイミングとかなんかそういうのはちょっと違いますけど、基本的には両立できると思います。職場でいつも小さなミスが多いです。事務作業においてミスを少なくするコツってありますか。めっちゃ迷惑かけてそうだなこの人Excel のマクロをめちゃくちゃ組めるように覚えて、ミスの確認をシステムに投げるっていうのを自分で勉強するのはいかがでしょうか。もしくは自分のデスクのあらゆるところに確認しましたかって書くとかじゃない。もしくはイヤホンつけて自分の音声再生してくれるプログラムとかアプリであるので、そういうの入れて10分おきに確認しないよってなんかつぶやいて、その音声が耳から聞こえてくるようにするとか、そういうので頑張ってください。いつもありがとうございます。何がどういたしまして、いろんな人から頑張り屋でねと言われるのですが、周りから嫌われたくないから頑張ってるだけで本当は頑張りたくありません。どうすればいいでしょうか。嫌われるのと今のしんどさを天秤にかけて、多分頑張って嫌われない方がいいってなんとなく思ってらっしゃるんじゃないですかね。だから頑張り続けるのがいいと思いますよ。まあいつかパンクするとは思うんですけど、嫌われるのに耐えられるかどうかですよね。アドラー心理学じゃないけど、嫌われる勇気みたいなのがあるんですけど、でも大半の人は嫌われる勇気持ってないですね。ああいう本とかを読んで勉強しても、なんか結果っていうものをどんどん提供することによって嫌われないっていうものを買ってるんだと思います。好感度とか好意というのを買ってるんだと思います。嫌われないに越したことはないです。頑張ってください。本当は頑張りたくありません。まあ一回マジで何も頑張んないっていうやり方もあるんですけど、取り返しのつかないこともあるので、頑張りすぎない程度に頑張るのがいいんじゃないですかね。多分ちょっと手抜いても大丈夫だと思います。職場の7歳年下の女の子が最近明らかに私に対して横柄な態度で嫌いオーラ全開です。私は一応その子の部長なので、仕事やりにくくならないためにどんなにクソで偉そうにされても当たり障りなく接してます。仕事もろくにできないくせに横柄な態度はとてもうざいのですが、どうすればもっと態度が改善されますか。直接言うと喧嘩になりそうです。直接言わずに、その人を解雇した方がいいと思います。解雇するように仕向けてください。それが上司のマネジメントです。尊敬している上司の方と話すとき緊張してしまいうまく話せません。どうしたらよいですか。すげえいいことじゃないですか。相手は不快に感じてないでしょう。あとは言うのがいいですよね。すいません尊敬してるんで緊張します。尊敬してるってはっきり伝えるのってまあまあイニシアチブ取れるんでおすすめですね。私には結婚を見据えて同棲している彼氏がいます。彼は今公務員ですか。7年間受験してきた医学部を今年も受験すると言われました。私には仕事を続けつつも子供を産みたいという夢があり不安です。はあ、なるほど。へえ、大事な人の夢を応援すべきですか。自分の夢を叶えるために別の方法を取るべきでしょうか。自分の夢を叶えた方がいいと思います。他人の夢のために自分の人生左右されるのは僕は嫌ですね。
自分の夢を叶える方が多分幸せだと感じれるんじゃないでしょうか。なんかその方のね、その今の彼氏の子供が産みたいっていうのが夢だとしたら仕方ないとは思いますけど、多分そうなんねんじゃないかな。世界史に出てくるカタカナを正確に覚える方法を知りたいです。カタカナなんかあんなん適当につけたんだから覚えなくていいと思います。ただまあ世界史のねテストで出るから覚えなきゃいけないんですけど、あの雰囲気で覚えるのがいいと思います。エカテリーナ2世なのかエカテリーナなのかエカチェリーナなのかとかすごいあるんですけど、あのどっちでも大丈夫ですよ。まあ点数欲しいってなったらねちょっと重要なんですけど、養子や育った環境、今過ごしている環境、能力、物事に対する気力など何でもかんでも人と比べてしまうことが悩みです。どうして私だけ、どうせ私なんてとマイナス思考が止まりません。明るく前向きに生きるにはどうしたらいいですか。はあ、そうですね、容姿や育った環境、能力、物事っていうのはまあ人と比べるためにあるものなので、どんどん人と比べた方がいいと思います。ただ比べた結果あの人の方が優れてるなとか、それはただの事実なんで、例えば電車乗ってて自分の隣に座った人がすげえ美人ですげえ頭が良くてすげえ金持ってたとして、で左隣見たらすごい汚い格好ですごいルックスが悪くてすごいお金持ってなさそうだとしても、あなたの収入も見栄えも変わんないんですよ。周りがどうなろうがあなたの、ね、個々のポテンシャルって変わるわけじゃないので、まあ、比較はするけどそれによって何か影響があるわけではないんですよ。もちろん競争するってなったら違うんですけど、あ、世の中優れてる人いるな、自分より劣ってる人がいるなっていうのがただ事実としてあるだけなんです。で別の物差し使えば全然優れてなかったり劣ってなかったりする、いっぱい物差しがあるっていうだけの話なんで、事実は事実でそれに対して落ち込むっていうのはなんかすごいおごり高ぶった意見な感じがしますね。マイナス思考になってしまうっていうと、本当は頑張ればそこに行けるみたいな発想がどっかにあるからだと思うんですよ。誰かと比べて誰かみたいになるっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですよね。それよりは自分の今のスペックをちゃんと理解して足りない部分とか伸ばしたい部分と向き合ってる方がいいと思います。まあ、それ続けてるとあんま周りと比較することも減るので、そっちの方が精神衛生上いいと思います。上司に言われた通りにやっているのに怒られたり、なんでそんなことしてるのと言われたことが何回もあります。指示をされてしたことについてこのように言われイラッとしてしまったのですが、どのように考えると良いでしょうか。コスワード言葉、指示代名詞がめちゃめちゃ多いです。ちょっと文章が読みづらいです。こういうところじゃないですかね。これがなんか怒られる原因なんじゃないかなって今思いましたね。言われた通りやってる分には多分ね怒られないと思うので。明日は晴れますか。晴れてる場所はあると思いますよ。地球ってことですもんね。多分どっか晴れてますよ。人生の岐路にあります。人生の中で大きな選択はいくつかあると思いますが、回数を追うごとに後戻りできないような気がしてしまいます。そのような大きな選択とはどのように向き合うべきでしょうか。後戻りできないんだ。まあ時間がね限られてる。人間は死から今のところ逃れられないようなので、リカバリーする時間っていうのが短くなっているのかなと思いますけど、その分生きてきた知恵みたいのがあるのでリカバリー能力は上がってると思う。手の手どうでしょう。そう考えたら多分後戻りもできるんじゃないかなと思いますね。ちょっとブルーな時でもうふふと笑える言葉を教えてください。僕はあのジョイマンさんの柴崎幸美幸が一番面白いですね。本当哲学的な面白さですね。最強に面白いと思います。あのフレーズもうなんか無限の広がりを感じる言葉だと思います。なんか AI とか発達してジョイマンさんのネタ読み込ましたらなんか煙吹いてぶっ壊れるんじゃないかなと思いますね。無限の可能性を秘めてるというか超広がる言葉だと思います。25歳大卒社会人 4年目です。大学卒業、地元の会社に入社したのですが、会社外の周りの人間と比べると自分の会社の待遇がとても悪く感じます。しかし周りの人には恵まれてます。長期的に見ると将来性も薄いので転職を考えていますが、こんな動機でいいでしょうか。何が転職の動機ってことですか。転職の動機なんて何でもいいですよ。今日晴れてるから転職しようかなぐらいでもいいと思いますよ。純粋にお友達になりたいです。いや、こんなところでこんなことしか接点がない人と友達にはなれないです。すみません。勉強ってしなきゃいけないもんなんですかね。しなくてもいいんじゃないですかね。今の世の中だらだらやっても多分生きていけると思うので、そんなにしなくてもいいと思いますよ。
お金くださいって言ったら結構くれると思うんですよ、人って。何年か前に、まあ今もね、たまに来るんですけど、お金くださいっていう DM が結構来るんですよ。その中で、3人ぐらいに月10万円ぐらい上げてたんですよ。なんか漫画家志望の人とか、ダンサー志望の子と、あとなんか普通の、多分大学生だったと思うんですけど、上げてたんですよ。個人的に、だから、ベーシックインカム的なことをやったらどうなるんだろうと思ってやってたんですけど、もう結構前、4年、5年ぐらい前かな、やってたんですけど、結局みんな、何か成し遂げることもなく、なんかなあなあで、結果も出さずに1年ぐらい過ぎちゃったんで、まあ、全員辞めちゃったんですけど、そのサポートするのは。でも、僕ぐらいの人がこういう気持ちになるってことは、それこそね、前澤さんみたいに、お金持ちってお金くれるんですよ、言えば。だから、意外と DM とかでお金くださいっていう、ああいうたかり行為って、打率低くないと思いますよ。1% はいかなくても 0.1% ぐらいあるんじゃないかな。少なくともゼロってことはないと思うので、毎朝、金持ってそうな人にバーって DM を送るっていうのは意外といい行為じゃないかなと僕は思いますね。本当にくれたりするので。もらっちまえば別にこっちのもんですもんね。そういうのを続けたら意外と暮らせると思いますよ。やっぱ日本、不況だし、先行きはしんどいし、経済はちょっと伸びしろはあんまりないと思うんですけども、金は余ってるので、金余りの人、言ったら、まあ1億円以上金融資産がある富裕層なんでね、1万100人に1人以上いるので、そういう人からもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。すごい楽ですよ。それこそ、プロオゴラレイヤーさんだったかな。ああいう人ほど何か発信しなくても意外と食っていけると思います。おごってくれる人ってめちゃくちゃいます。おごりたいんでね、みんな。おすすめの本で漫画でも大丈夫です。あ、漫画でもいいんだ、教えてくださいみたいなのあるんですけど。漫画だったら何だろう。好きなのは手塚先生のアドルフに次ぐとかやっぱ好きですけどね。面白いですよね。火の鳥とかやっぱたまに読んじゃいますね。どれ読んでも結局面白いですもんね。売れてる売れてないの差はあるけど、売れてなくてもやっぱ大抵の漫画面白いからな。学校のテストとかで1位になろうとして努力したのですが、上位にも入ることができませんでした。うわ、ご住所さんです。次のテストへのいい切り替え方があれば教えてください。パソコンを閉じて今すぐ勉強することがテストで結果を出す一番いい方法です。28歳フリーランスのイラストレーターです。今自分はすごい恵まれた環境にいます。めちゃくちゃ自慢しますね。珍しいですね。なんかすごいな。お金も時間もある。今は生活の不安もない。そして何よりイラストの仕事が好きです。でも今ある生活はこのままといつか必ずなくなってしまうと思って焦っています。そして焦っているのになぜか頑張れません。1週間のうちにやる気出してちゃんと働くのは 2,3 日だけ。仕事以外はもっと無気力です。仕事勉強体のトレーニングなどしたいのに気力が出ない。気持ちがあるのにない。これはなぜなんでしょうか。気力の出し方、維持の仕方があれば教えていただきたいです。お願いします。1週間のうち 2,3 日やる気出して働いてるならもう同じじゃないですか。そんなだってもう海外とか見たら全然働かない国なんか山ほどあるわけですから、人間そんなもんなんじゃないですか。しかも誰から言われるわけでもないフリーランスという立場で逆に週 2,3 働けんだったらまあいいでしょう。あといつか必ずなくなってしまう、今ある生活はこのままだといつか必ずなくなってしまうと思って焦っていますって言うんですけど、焦る必要ないと思いますね。絶対なくなりますから。焦ろうが焦りまいが今のある幸せなんじゃ絶対なくなるんですよ。僕はそう思って暮らしてます。なんとなく今ある程度の収入とかいただいてますけど、こんなんただ夢見てるだけなんで、いつか夢は絶対覚めるので、どうせ困窮するのはもう分かってるんですよ。でもいいじゃないですか、一回楽しかったんだから困窮したって、今焦ってね、頑張ったからじゃあその将来が変わるのかってさ、分かんないですもんね。ああでも今こんな恵まれた環境にいるんだから、もういっぱい天狗になった方がいいと思いますよ。天狗になれずに死んでいく人の方が多いんだから、一回ぐらい天狗になっておきましょうよ。別に思い出はね、色褪せないんで、辛くなっても あの時良かったなって思えた方がいいと思いますね。まあ、あの時ね、どっちか あの時ああしたきゃ良かったなって思うこともあると思うんですけど、それはどんな環境でもどうせ思うので、そんなにその悲観しないでください。不幸になると思って生活した方が楽だと思います、ね、分かってる不幸はそんなに、ね、不幸じゃないんで、周りから、ね、その強制的に不幸にさせられてる、そういった環境の人はまた違いますけど、自分の選択でなってしまった不幸って別にそんな多分耐えられますよ。
人から怒られるのが怖くて仕事を辞めてから未だに社会に出ることができていません。弱い自分でも怒られて上手にメンタルをコントロールする方法などございましたらご教示いただきたいです。メンタルをコントロールする方法ってのはないと思います。怒られるのが怖いのはね全員そうですけど、怒られないようにするしかないです。